トーマス・ヒュンス・エドマンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ出身の、プロ野球選手、ウトー・リョーダ。MLB のセントルイス・カージナルス所属。2016年の MLB ドラフト6巡目で、セントルイス・カージナルスから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 ステート・カレッジ、スパイクスで、プロデビュー。66試合に出場して打率。286。 4本打、三33打点、19盗塁を記録した。2017年は、A 級ピオリアチーフス、A 級パームビーチカージナルス、A 級スプリングフィールドカージナルスでプレーし、3球団合計で119試合に出場して打率、261、5本打、五55打点、13盗塁を記録した。2018年は、 AQ スプリングフィールドとトリプル AQ メンフィス、レッドバーズでプレイし、2球団合計で126試合に出場して打率。301、7本塁打、41打点、30盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2019年は開幕をトリプル AQ メンフィスで迎え、6月8日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。同日のシカゴカブス戦でメジャーデビュー。ありがとうございます。